いえいえいえ、なに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 、なんで犯人をこんな手放さなきゃいけないんですか？どうしたどうしたどうした。お前が嫉妬で来ること言っていい？言っていいよ。俺昨日リコさんとデートした遊園地で。は？ごめん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 、悪いけどもうこの字だった普通に。え、ちょっと待って、ちょっと一回こっち来い。よし。え、俺さ、でもさ今、うん、ミコさんとすれ違ったんや俺が。え、ほっぺ赤かったのってそういうこと？そういうこと。で、ずっと俺の方見てたっしょ。え、去り際見てない？去り際だけチラッて見て、あと目そろしてたっしょ。それ俺のそういうこと、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 そういうこと。何かしないといけない。どっちから誘ったん、遊園地は？俺から誘って、うん、ジェットコースター乗って、で、観覧車、二人、もちろん二人。観覧車乗って、帰りに、最悪のことがあって、コーヒーを美味しくしたい藤岡さんに会ってしまって、最悪やん。7分間ぐらい止められて、マジで最悪だった。でもなんか引き際がうまくて、なんか俺がスッて行ったらもう完全に落ちてるね、あれは。いや、でも俺応援するわ。マジで。でもなんか相談あったらマジで俺に言って、その、逐一報告してデートした後、その反応が。相談乗ってもらってもいい？うんうん。多分リコさん俺のこと嫌いそうなんだけど、どうしたらいい？え、ごめん。笑ってた？デート中笑ってた？全然笑ってなかった。マジ観覧車で、違う観覧車になんか乗っちゃって、俺がまず。で、ソロ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 パカ2人、うん、になって、ジェットコースターもなんか縦になんか乗っちゃって、距離やって。で、それ乗ってすぐ行きましょうとか言って。で、なんかそれ乗ったらすぐ行きましょうっていうこと？うん、そう。で、もう知り取りしたら、知り取りしながらもう観覧車の時間あれだったから話すことなくてね。うん、そう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 、全然知り取りも盛り上がんねえの。うん。で、なんかマジで興味ありませんよみたいな顔ずっとされてて、うん。で、すげえもう優しさがにじみ出てたの。でもなんかもう早く帰りたいなみたいな、うん、感じはあった、正直。だからもう付き合ってくれてたって感じだったんだよ、マジで。え、今日ってさ、警察って基本的に3時退勤？ 3 時で終わり？ 3 時退勤、3時退勤。まあ基本的に、ね、3時で遊ばん？もし暇だったら。あ、いいね、いいね、いいね。3時で退勤したらちょっと、コンカフェ行きたいっす。コンカフェ行きましょう。コンカフェ行きたい。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、まずそれは、モチベじゃない、モチベじゃない今日の。モチベ。学生の方か。やっぱハイグランド強いね。確かに。ハイグランド最強っすよ、リコさん。どんね。最近高いとこ行きました？1200m のところに行きました。え、どこに行きました？1200m 上空に行きました。あ、そうなんですね。最近なんか、はい、早い乗り物とか乗りました？早い乗り物すごい溝にはまったのジェットコースターに乗りました。え、ジェットコースター乗ったんですか？はい。え、なんでジェットコースターですか？乗ったんですか？ベンチもあるんですよ、ジェットコースター。ジェットコースターは誰と乗ったんですか？20分も？マルシさんと。それまで手を出さないように。ナルセさんと、はい、ナルセさんと、向こうの人たちにも確認取ってくれ。私です。え、2人でジェットコースターだったんですか？ジェットコースターで、はいはい、乗って、その後観覧車でしりとりをしました。え、楽しかったですか？はい、息抜きになりました。笑いました？心から。心から、はい、笑いました。なんかでももう一回誘われても行きます？そうですね、やっぱり同僚との交流って大事ですもんね。ああ、了解です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 。いや、でもなんか良かったです。なんか、誰と行ったんですか？ナルセさんと、ああ二人で、観覧車乗ったのか？いや、ジェットコースターらしいです。ジェットコースターと観覧車。あのカニ一回閉めるか。カニしゃぶですか？カニしゃぶ、カニしゃぶにしましょう。しゃぶしゃぶだな。しゃぶしゃぶ。今日はカニしゃぶにしましょう。なんで観覧車乗ることになったの、2人で。釣り橋効果？釣り橋効果って、はい、どうでした？どうでした釣り橋効果の検証結果。銃で撃たれた方が痛かったです。痛かった。その方が心臓がドキドキしました。なるほど、銃で、はい、じゃあ銃で撃たれながらとかの方がいいってことですね、はい、つまり。あ、命をかけてジェットコースターですね。のが多分どっちかというとドキドキします。ドキドキするんだ。うん、すごく心臓が、はい。了解です、了解です、了解です、了解です。でも遊園地の観覧車、背中合わせで乗ったんですよね。背中合わせ？なんでだ。はい。
それでしりとりをしました。気まずかったとかでは？あ、別にそんなことはなかったですよ。え、無言の時間とかをどう思いました？そのお互い無言の時間って、遊園地ってお互い無言の時間あると思うんですよ。確かに。答えが出なかったです。まずい、まずい。カリキジ終わった。リキジ終わりか、これ。リキジ終わった。リキジ終わったな。俺と、これはもう俺とトトで慰めるしかない。トト今日は、はい、大金したらトト飲み誘う。オルカは、え、あれ、先輩見てます。先輩もお酒苦手って言ってましたよ。え、そんなことまで覚えてるんですか？あ、ちょっとお酒の話も、はい。え、お酒の話パリしましたね。なんでお酒の話になったんですか？あ、しりとりのテーマが居酒屋にあるものだったんです。なんだそのテーマ。あいつ、キシロレン、言葉には気をつけろ。あいつマジで最高じゃないですか？あいつマジ最高。ほんとアイリスの放送で今日ってみんなどれぐらいよ、どれぐらい起きてる予定ですか？私は1か3時あたり。あ、オッケーオッケー。昨日結構起きてましたよ。昨日は、はい、虚勢瞑想まで、ナルセさんと、ナルセと、ナルセ、虚勢瞑想まで、虚勢瞑想そうなんですよ、はい。何してたの？あの、虚勢瞑想まで強制しちゃって、虚勢デート、虚勢、あ、強引ですね、強引、はい、強引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 か、強引、強引、あ、だって、強引、あ、いや、強引です、強引、あ、なるほど、すごい。楽しい方なんですね、ナルセさん。そうですね、まあでもそれだけあいつモテるからな。ちなみにじゃあリコはどんな男のタイプなんだ？どん…夏目先輩。夏目タイプ？あ、違う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 。出た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 。マジか、もう個人名まで言っちゃうタイプか。しなタイプの時にどんな人ですか？あ、これじゃないんだ。やばい。マジっすか？いや、ここだけな、俺マジで口堅いっす。みんな口堅いよな、ここみんな口堅いっすよね。任せてください。いや、あの、夏目先輩のことは確かに、あの、尊敬はしてますけれど、はい、そういった恋愛感情とかはないんですよ。本当に。あ、そうなんですね。なんか、まあ、尊敬の念みたいな感じで、どっちかっていうと。なるほどな、憧れの人な。でも、運命の人が、ちょっとつ盲信な人っていうふうに占い結果が出ました。ちょっと脳震止まれねえぞってことですね。はい、なんかこう引っ張ってくださる方みたいな。止まらない男か。止まらない男か。はい、リコさん、ちょっと手相を見ていいですか？僕見れるんで。手相。はい、お願いします。はいはいはい。手相とか見れるんですか？え？え、夏目先輩。待って、待って。夏目、夏目。リコ、ナルセカニと、ナルセカニとな、遊園地デートしたらしいぞ。はぁ？なんだそのリアクションは。なんだそのリアクション、夏目さん、なんですかそのリアクションは。そうですね、ただ仲良くなりためにジェットコースターを取られてますよね。夏目の声の雰囲気でオルカ下まで落ちた。あ、ここ遊園地だっけ。あの、話の故障量で申し訳ないんですけれど、はいはいはい、あの、私たちがこれからギャングを撃つ理由は、はい、テロの鎮静化が目的ですかね。じゃないんですか。了解です。みんなさ、話の故障量で悪いけどさ、うん、はい。なんかさ、デートするならどこがいい？なになになに、そんなキャラな、夏目さん。え、女子トーク来た、じゃあさ、じゃあさ、夏目はどこがいいの？カフェ。カフェ、カフェデートね。なるほどな。カフェか。カフェか。落ち着いたところで。なるべく日が差さないとこ。日が差さないところ。奥の方の席な、なるべくな。テラスはダメかじゃ。無理。え、夏目さん、ちなみにどんな人がタイプなんですか？パッパとケツがでかい女。うん、トードやね。すごいの、なんか聞いたことあんな。エギは好きなタイプあんの、僕に聞いてくんだったらさ。好きなタイプ、ゲーム上手い子がいいですね。あー、エギはゲームするタイプか。はい、あの、デートとかはもう外出るのだるいんで一緒にゲームでいいです。さっきから言ってもさ、なんか、まだ屋内は。屋内ばかりですね。合わなくていいじゃないですか。みなみさんは、みなみさんはどうですか？そうだな。やっぱ自分は、はい、外出るタイプだ。ほう、アクティブな女が、アクティブな女、アクティブな女。なあさ、エギ君さ、ゲーム上手い女が好きって言ったじゃん。はいはいはい。あの、なんか求める最低のゲームの上手さって、なん、どこなの？
あ、確かに。どのラインが、どのラインが、イライラしないぐらいですか。もうね、そんな見てくる。冗談、冗談っす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 。そのライン分からんくない、イライラする。でも楽しくゲームする人とかいいですね。ああ、なえない人、うん、そうそう、それいいっすね、それいいっすね。あ、なるほどね、まあ確かに。ただデートはな。はい、でも合意のデートだぞ。だデートではなく、親睦会です。おー、なるほどな。それは向こうに言われたんですか、そのって。成瀬さんからデートって言われました。合意のデートじゃないの。それ合意のデートっすね。私はあのデートという名称ではありますけれど、あー、デートだ。仲が深まるかなと思って。あらららららら、まずい、まずい、まずい、こじれるぞ、これ。ちゃったってことでね。あらららら、立っちゃってる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 。てか、よかったっす、夏目先輩、結構はっちゃけてんすね。あ、そうなんや。僕、はっちゃけたいタイプ。好感度くそ上がったっす。だけどさ、はっちゃけたいタイプなんだけどさ、上官という立場がそれができない。あー。先輩先輩先輩、何今度一緒にコンセプトカフェ行きません？よし行こう。よし行こう、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 決定。リキジ、マジリキジ、何のことか分かんないと思うんだけど、何のことか分かんないと思うんだけど言っていい？うん、どんまい。どうしたの？パーッとやろ今日は。そうだね。うん、マジ、うん、パーッとやろ。やろ。別にこれで終わりじゃないから、別に正直。そうだよね。でもね、振られたんだ。何よ、ナイストライじゃない？まあ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 。ナイストライでしょ。あれは、うん、そうである。じゃあ俺たち今から遊園地に行ってくるから、あの好きなの。なんでないの？さあ、ロレン。どうした？今から遊園地に行くから、一緒に観覧車に乗ろう。そして、なる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 。で、ハッピーエンド。じゃあ面白くしてくださいって俺が言ったら面白くしてほしい。できるか？あのごめん、無理だった。一番きつい。え、それ誰に言われたの？いや違う違う違う、誰にも言われてない。観覧車に乗ったけど無理だった人に。ね、逆に乗ってほしい。え、乗ったことあるよね多分。え、乗ったこと、いやないよ。この街で乗ったことないけど。この街で乗ったことないけど。行ける？ごめん、地獄へ連れてってるって自覚ある。そうなんだよね。背中合わせで観覧車乗る。一応自分のことを、俺のことを女性だと思ってどういう感じで行くのが正解なのかっていうのを教えてほしい。経験ないぞそんなの。いけるかな。でもお前なんかモテそうな感じするじゃん。いけるかいけるかいけるか。何や、あれ終わった、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 もう終わった、もう終わった、もう終わった、もう終わったやん。この時点で、この時点で終わったやん。現金が今14円しかなくて乗れない。俺現金が14円しかない。あげれないよ、 ATM 行かないと。ちょうだいよ。どうだ、あげれないじゃない。あげれないの。14円しかないよ。14円じゃ乗れないよ。アトラクション乗れないと。吊り橋効果もないって。こんなんじゃどうにかして乗れないの。あ、待って、何、あ、ゴソ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 。違う、大事なこと言い忘れてた。何？リコさん、リコさんがあの吊り橋効果を試してみたいみたいな感じで乗ったんですけど、その撃たれた時のが、人に撃たれてる時のがドキドキするって言ってたよ。全部理解してありがとう。うん、だからつまりその 人に撃たれながらジェットコースター乗ったらめっちゃドキドキしますって言ったら、もうはいって言ってたよ。ローレン、お前ってやつどこまでいいやつなんだ。え、ちゃんとそこまで見させて。観覧車のエンブレム。え、こんなエンブレムあり。え、でも背中合わせ乗り降りは良くないこれ。確かに。めっちゃ綺麗。綺麗だね。今日なんでここに連れてきたの。別に分かるっしょ。絶対だ、モテるやん普段から。連れてきた理由ぐらい分かるっしょ。いやいやいや、わかんないよ私。俺好きじゃない人と来ないよ、こういうとこ。え？俺好きじゃない人とこういうとこ来ないよ。何言ってんの？
居酒屋しりとりする？え、マジこの辺くらいから俺も普通に気失ってたからね、うん、なんて言ってたか覚えてないんだよね、うん、テンパってた？テンパってた。だって普通に上から聞こえんだもん、リコさんの声が。イカフライですかねみたいな感じで言ってんの。しかもリコさんが言うメニューがなんか芋焼酎とかなんかそのなんかね、クソ渋いので。ちなみにリコさんが一番好きな酒のつまみなんだと思う、うん、ねえ、タコワサ？エイヒレ。エイヒレ？エイヒレ。ガチでマジで。おっさんではないんだよね。おっさんなんで。いや、おっさんだと思う、多分。おっさんだよね、酒の趣味は。いや、俺らこれ何やってる普通に。でも楽しい。でも、だから横へ、だったらまた再チャレンジしたときに一番上で発砲したら多分キュンよ。はい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 、はい、その横演習じゃない、それの。確かに。スクリームだよ、スクリーム。確かに。どんな感じで喋るんだろうな、人は。こういう時したかも今。でしょ。でしょ。おい、鍵しちゃってるかもしれない。大丈夫か。エギ。待って待って待って。このスクリーンでそのままフィードバックこれ生かしていいのこれ。いいよいいよいいよ。これやろこれやろこれやろ。これやるか。え、マジでこれやって。まんま。絶対こういうの好き。笑えるしドキドキする。おもちゃにしてるとかではない？ない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 。これマジやろ。これマジやろ。オッケーオッケーオッケー。まず手錠をつけるっていうのができるかどうかだけど。確かに確かに確かに。一回手錠をつけてみていいですかって言って。ああいいねいいねいいね。護送した方が景色いいんすよって言ってね。一旦ギャルミでプレイでテストしよう。ギャルミでテストプレイ？ギャルミでテストプレイしたい。あり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 。テストになってほしい普通に。これで本番戦えるぞ。手札増えた。オッケーオッケーオッケー。ちなみにさ、今日。リコさん3時で退勤したじゃん。あ、してたね。そういうことではないよね。そう、いや多分ね、俺ね、そういうことだと思う。3時からの明日から明日から酒でも飲んで帰るべみたいな。マジでマジでありがとう、いいこと聞いたわ普通に、うん、それマジで、うん、いけるよ。いけて、その楽しませれるよ。神崎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 休館です、休館です、休館です。ナルセ降りろ、ナルセ。ガチ休館っす。どこをナルセ、いるくださいね。下ろしてもらえる？下ろして下ろして。1分だ、ヤツは頑張れ頑張れ。ちょっと待って、頑張れ。これを乗り越えたら明日がある。よし、絶対に助けるからな、ナルセ。ありがとう、本当に信じてくれ、助けてくれ。絶対に助けるからな。絶対今もう今助ける。やばい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 、やってることやばい、やってることやばい、苦しいやばい、苦しいやば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 い、こいつらやってることマジでやばい、マジでやばいって。やばい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 。ここにスライブいんのマジでやばい、マジでやばい、マジで。こんにちは、さすがにやばい。行きましょう。おほ8で起きればいいんだよ。おほレイゴレイゴレイ駅行きます。おほ頭脳に来るやつをフィジで破壊。おほはわわわなんかじゃない。